こんにちは、脱サラ大手メーカーの脱尾目です。今日は元社員が語る外資系経営コンサルタント、デロイトトーマツコンサルティングの給料事情というテーマでお話をします。まずは簡単に自己紹介です。このようになっています。動画を概要欄に貼っていますので、よろしければご覧ください。それでは早速デロイトトーマツコンサルティングの年収見ていきます。まず簡単に前提からお話しします。デロイトトーマツコンサルティングについてよく知らない方もいると思いますので、まず会社の説明ですね。簡単にいきますけども、外資系の経営コンサルティングの会社です。で、世界の人気企業ランキングっていうのが出てるんですけども、その中では6位と、まあ、かなり高い順位ですね。人気の企業になっています。で、よくビッグ4とも通称で呼ばれたりもします。で、ビッグ4とは何ぞやっていうことなんですけど、この領域がコンサルティング、会計、監査、税務とあらゆる分野を含んだ会社の中のトップ4ですね。で、その中にはデロイトだったり、まあ、EY、KPMG、PWC という会社があります。はい、続いて給料の話の前提なんですけども、年俸制となっています。年俸制とは1年ごとに給与を合意して、まあ、公開、変更ですね、することを言います。まあ、プロ野球選手とかでイメージがある方もいるかもしれません。なんで残業代は出ません。まあ、これが年俸制のやり方ですね。そして成果主義になっています。成果によって冬のボーナスと、まあ、来期の昇給が決まることになります。で、もちろん人によって給料が変わってくるので、今回紹介する年収は、まあ、大体平均の値になってます。で、成果主義の文化でよく言われるのがアップオアアウトという言葉があります。これどういう意味かというと、まあ、アップ、昇給するかアウト、去るか辞めるかっていうことですね。なんで、まあ、外資系ということもあってかなり厳しい環境ではあります。はい、それでは早速年収見ていきます。デロイトトーマツコンサルティングの年収は役職ですね。役職によって変わってくるので、このように役職別に紹介していきます。まずはアナリスト、まあ、日本語で言うと分析とかですね。アナリストから見ていきます。アナリストの年収は550万円から650万円の値で推移します。で、新入社員の方はこのアナリストから始まりますね。で、続いてコンサルタントですけども、コンサルタントは年収が700万円から800万円ぐらいで、中途採用はこのコンサルタントから始まることが多いです。私もここから始まりました。で、シニアコンサルタント900万円から1100万円ですね。で、マネージャー1200万円から1500万円で、シニアマネージャー1500万円から3000万円、まあ、かなり高額ですね。まあ、このように役職、まあ、コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー、シニアマネージャーと、まあ、役職に、まあ、シニアっていうのがついてどんどん上に上がっていくイメージですね。で、最後パートナー、まあ、3000万円からと、まあ、かなり高いんですけど、まあ、パートナーというのは、まあ、役員になりますので、まあまあ3000万円でもちょっと少ないぐらいかなというところです。はい、続いて福利厚生見ていきますけども、福利厚生はもう全くないですね。なんで手残りは期待以下。給料は高いんですけども、東京がメインになりますので家賃も高いんですね。で、福利厚生が充実しているメーカーと比較するとちょっと低いっていうこともあります。で、メーカーに関しては三菱電機とパナソニック、私所属していまして、まあ、そちら動画撮っていますのでよろしければご覧ください。はい、最後働き方です。働き方はかなり激務になってます。こちらは別の動画で、紹介させていただきます。はい、本日の動画以上になります。今日は元社員が語るデロイトトーマツコンサルティングの給料事情というテーマでお話をしました。このチャンネルでは市場価値の向上に役立つ動画を配信しています。興味を持ってもらえたら、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。